6月10日アコースティックライブ2017楽しみたいと思った来てやるか、楽しみたいと思って来ているか、盛り上がりたいと思って来ているか、さあ大いに盛り上がろうではないか。心の準備はいいか。さあそれではいいかな、1曲目2曲目と始まる前にいいかな、諸君たち、栃木ケーブルテレビ CC9 がなんとずーっと90分間撮影ぶっ通して、そこのカメラに向かってカメラが向いた時点でにこやかな顔をして手を振っていただきたいと思う。いいかな、心の準備はいいかな。ちなみにカメラを操作している彼女も我が家の知り合いで拍手。それではそろそろセッションの時間が近づいてきたようである。メンバースタンバイ OK。 いいね、すごいよこのバンド、なかなかね見れないよ。それでは、あれマーシーはどこ行っちゃった。いや、もうちょっと待っていただいて、あとね、DVD と CD、予約殺到してるんだけれども、今日持ってきてる分だけで、欲しい人は直ちに受付に行って申し込みをお願いしたいと思います。で、後から注文って言っても時間かかるみたいなんで、よろしくお願いします。それでは、それではセッションタイム、待ちに待ったセッションタイム。ちょっと演奏して音を鳴らしてみて。音鳴らしてみて。歌が大きすぎる。すごい高くなる。下げて。歌。これは。これ下げて。歌は。外音かほとんど。外音か。はあ、じゃあいいです。はい。それでは行きましょう。よろしく。よろしく。アッシェカオスケ。深くへ浮
の上では最高です。最高だよね。なんかすごいよねこれね。時々あの畳の上で靴下でやる子供あるんですよ。あるのあるのよ。友達が経営してる健康ランドのとこでやってあげますけど超歌いにくいのよあのね、本当にブーツとかのヒールっていうのは大事だなと思うのね。全然踏ん張れないのよ。チュルーチュルーやがね。ちょかっこ悪いよね、こうやって靴下とかって、ね、靴下やねみたいな。これすごいよね、全然様になれへんよね。いや、いいじゃん、これ特別ですよ、ね、かっこいいな、これイエーイ。一応考えたのよ、何にしようかな、靴下出るなとか思って、一応黒いどうしようかなとか思ったけど、ね、ピンクにしようかなと思ったけど、ちょっと黒にしてわざとこう狙い的にはね、ここに穴が開いてるやつとかにしようかな。残念、そこはまだそこまでする勇気がなかった。かっこいいじゃん、こう開けた時に穴開いてるね、とえそれではもう一回、ごめんなさい、一生懸命やってるのにふざけてしまった。じゃあビューシティブを行きましょう、はい。Yeah.
ありがとうございました。みんな丁寧にドラムのこの盛り上がり靴下で叩いてたね、キスキー叩きにリアルにありがとうございます。いや、いいですね、楽しいですね。なんか人んちでやってるみたいにねお金持ちさんちの古い家でやってるみたいになんか楽しいわ、これ。どうもありがとうございました。イエーイ、1曲目、2曲目の素晴らしいスーパーセッションにもう一度盛大な拍手を。イエーイ、すごかったですよ。この畳とこの音量でやるにはもったいないぐらいまとまってたんだよ。わし、すいません、ブーツ入ってます。わわ君は仕方がないですね。そうです、ありがとうございます。そ、別にこれ衣装じゃないんでしょ。衣装、これがスタイル、あの、これでしょ。そうです、こういう格好なんですよ。そういうことです。あの、悪魔の人やからね。そうですね、悪魔の人の格好やもんな。はい、まわし優しいよね。じゃあちょっとセットチェンジですね。はい、次チェンジです。ぜひあのチェック、あの茶のチェックで森田に足掛けてもらいたいなと思います。これカメラに撮られてるんだよね、結構撮られてます。すごい、マンション変なの入ってくればよかったよ。ピンクのなんかさ、ハートいっぱいついてるやつとかあるから。本日このイベント、群馬県高崎市ミュージックランドキーの協賛で、行っております。ミュージックランドキーでは今日ここに、演奏で使っている電子ドラムも実は貸していただいている状態で、非常に、ね、いい環境でやらせていただいております。続いての、セッションのですね、メニュー3曲目ダークエンジェル、そして4曲目ウォールです。まあね、今日見に来てくれているオーディエンスの諸君たちは非常に楽しみであるこの今日の、ね、メニューなんだけれども、諸君たち今日楽しんでいるか。素晴らしい。マーシーにあの質問なんだけれども、アーシエカいわゆる35周年、はい、来年デビューして35年ですね。35周年、はい、振り返ってどうですか。35年をですか。35年振り返ってみて。いや、もう楽しかったですよ。楽しかった、はい、もう何の後悔も悔いもないですね。楽しい、全てがこう記憶に残ってると思うんだけれども。いや、残ってないですよ、ほとんど残ってない。ちょっと待って、過ぎた日はすぐ忘れる。ああ、忘れるけど、はい、まあ、新しい日々をね、はい、うん、そうそう、前向いていこう。出会いもね、はい、そうですね、素晴らしいと思います。まあ、あの35周年迎えるにあたっての、まあ、自分の中のこう心境というか、なんか変化っていうのありますか。35年は多分し、もう下手したら、うん、下手したら、周年っていうのは全員揃うのは最後かもしれんから。あ、そうだ。だって分からへんやん、この年齢が年齢やから。あ、なるほど、ね、だからそれを大事にしたいなと思ってるよ。 おかげさまで全員
全員まだ元気ですから元気ですよね、はいはい、これはもう本当にありがたいことで、だからもうせっかくね確実に4人が揃ってるということで、ここはちょっとかみしめて頑張っていかないかなと思います。40周年はまたやるぜとは言ってもいるかどうかわからへんやんか、メンバーを。それいない、俺いないかもしれないし、それだけは自信持って言えないもん。いや意外とイベントなんかでマーシーのその健康に関するトークが結構炸裂するじゃないですか。健康には気を使ってる、気を使ってる、年齢には勝てませんからね、僕らからね、はい、自然に毎日毎日を頑張っていきますわ。はい、やっぱり健康に気遣ってることって何かやってるんですか。いやここのところやれてないですね、もうやれてない、忙しすぎて、もう嬉しいことなんですけどね、日々忙しい、そうそう、いいことですよ、いいことですね、感謝ですね。まあ、昨日群馬で今日栃木で明日千葉じゃないですか、はいはい、まあ、ずっとあれですか、お泊まり関係で、やるねやるね、目立ってるねやるね、相変わらず。いやいや、なるべく帰ります。あ、帰ってるんですね。なるべく帰ります、今日帰ります。アウトドア。OK かな。じゃあ全然 OK じゃないですか。まだ。やばいやばいやばいよ。行きたいと思います。ちっちゃくてでかい右側のタブですけどね。 OK それではメニュー第2弾行きたいと思います。よろしく。
もう本当にハードな曲ばっかりを畳の上でやるから面白いわ。グッとグッとシュッていくで、ね、シュッと次はボールですよ。ファーストアルバムからガンガンいきますね。若い世代もう全然生まれてなかったでしょ、これ大丈夫かね。ドラムの講師をしてる。ああそうなんだ、ありがとうございますね。はい、あとで落ち着いてやっていただければ。キーチームですね、じゃあね。ね、ありがとうございます。僕もドラム習おうかなって言ってね。Cause I
ですね、35周年はじゃあアッシェイカーの筋は畳に畳を引き詰めてもう滑るの靴下はね無理こうスリムの裾がどんどん踏み出すのよ。わかるこれかっこいいわめくっとこじゃあ続いては、東京という曲をやりましょう。ね、じゃあせっかく栃木ですから栃木でございます。ダサくてかっこいいじゃないですか。栃木悲しいやーですね。どっかで突然やるぞ演歌賞やらないから。よし行こう。じゃあ栃木っていう曲をやりたいと思います。地下鉄ある？地下鉄ない？地下鉄ない？じゃあイメージでやります、ね、よいしょ。Oh,
カメラがあったので、ちょっと指を指していただきます。はい、意外といい人よね、この人って言われたらしいね。そうだよ、そうだよ。ちょっと待って、お父さんだよ。次お父さんだよ。すげえ。のんちゃん。セットチェンジ。チェンジ。あ、洋服の中あったわ。さっきやってもらった。そうですね。申し訳ございません。ただいまの3曲目、4曲目、5曲目、ボーカル、マーシー&リョウ、拍手。ギター、柴田、イエーイ。オフベース、ホリー、イエーイ。オフドラス、福田、イエーイ。ありがとうございます。もっと盛り上がるぜはい、チェンジインフォメーション、インフォメーション。そろそろ喉が渇いたと思うので、カウンター受付にてビールまたはハイボールその他ソフトドリンク受付しておりますので、飲みたい方はご注文の方よろしくお願いしたいと思います。そしてさらに、オープニングからずっと言ってるアースシェイカーの CD または DVD、若干まだ残りがありますので、注文のある方は、今がチャンスですのでぜひ注文していただきたいと思います。それも全て受付にて受付しております。あとね、今日は素晴らしい、いろいろニュースが入ってきてまして、今日ご来場の中でなんとアースシェイカーの昔のアルバムとかCD とか DVD とかのジャケットを持ってきててサインが欲しいんだよなっていう方手を挙げてみてくれ。おお、素晴らしい、ね、そこはね、今我が輩の方からも今アピールしたので、おそらくマーシーもサインしてくれると思うので期待しててくれたまえ。そしてメニュー6番目記憶の中、7番目モアと続いていきますね。諸君たちのね、いやー聴きたいなその曲なっていう思うような曲が、どんどんとラインナップされてるので楽しみにしてくれたもって。そうだね。さあ喉が渇いた諸君は、ドリンクを飲んでくれたので、そしてお腹の空いた諸君は、メニューたくさん揃ってるので、頼んでいただければと思います。お腹は空いてないか。反応が悪いな。お腹いっぱいだ。お腹はいっぱいなのか、満たされてるのか、イエーイ。そうでもないんだ。さあ、今日は土曜日、ね、土曜日はサタデーナイトということでね、英語的に言うとサラリーナイトということで、今日は、栃木県から来てるもの手を挙げて、イエーイ。じゃあ群馬県から来てるもの手を挙げて、イエーイ。すごいね群馬県。埼玉県から来てるもの手を挙げて、おすごい。じゃあその栃木群馬埼玉以外から来てるもの手を挙げて、イエーイ。どこから来たの？神奈川から来てる。イエーイ、素晴らしい、拍手。やっぱこっち誰誰、どこから来たの？福島、福島から来てる。すごいね、こうやってこうやっていろんな輪が広がっていくんだよね。楽しいね。アースシェイカーの何タオルっていうんだけど、この大きさだとフェイスタオルじゃないよね。何タオル、ミディアム
ミディアムサイズ歌う。30周年記念、持ってる彼は小林さんといって宇都宮で VV 言わせてるバンドのボーカルです。VV 言わせてます。すごいです。彼がねステージに立つとね大体ライブハウスいっぱいになっちゃうんです。素晴らしいボーカルです。その彼がねマーシー大好きで今日来るということを情報を聞きつけてね喜んで飛んできてます。大好きマーシーです。大丈夫かな。スタンバイできたら Q 出してくれ。それではメニュー6番目記憶の中、7番目モアと続いていきます。すごいラインナップです。なんかだんだん後に行くほどいい曲揃ってきてるね、これね。すごいね。音出してみて。マーシー三条です。記憶の中やってしまった申し訳ない。あ、可愛い靴下履いてんな。今日マーシーに聞いてたもんね。狙ってこれこれ。あ、こうじゃあ森田に足かけなかったから。そうそうそう。いや可愛いなこれ。それではここで煽っていきたいと思います。さあ盛り上がりたいと思ってるか。もう、ライゴでかいな。
ょっとマイク開いかして全然聞こえないですよ、2人の声であ、女性の方よろしくお願いします。どこ本当ですか、このマイクはい、上半身とか言います。じゃあ主戦ですね。じゃあ僕1番を歌う、ここじゃない、1番を歌いますから、じゃあ2番を歌いますか。いやこれ、はい、あとはもう全部しよう。はい、じゃあイントロよろしくお願いいたします。Oh,
どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後のチームですね。ごめんなさい、寝ちゃった。セットチェンジに時間かかるとかね。 ありがとうございます。これも僕車だからお酒だね。ありがとうございます。今のメニュー6番7番記憶の中モア、ボーカル、マーシー&小林拍手。イエーイ。そしてもう一人ボーカル、タガミ。イエーイ。なんとギターとボーカル、タガミ、ご夫婦です。なんと贅沢な夫婦で楽しんじゃってますね。素晴らしい。オンベース、サミー拍手。そしてドラムス、大塚。イエーイ。ありがとうございます。さあ次はメニュー8、9、10と通していきますね。メニュー8番目 Say Goodbye、 9番目 Come On、 そして10番目 Radio Magic。 繰り返しになりますが、昨日、14時だか15時頃、我が輩が宇都宮でね、レディオベリーというラジオスイッチを入れたところ、なんと昨日はロックの日ということで、いきなりアースシェイカーが紹介され、そしてかかった曲がレディオマジック。すごいね。イエーイ、レディオマジック拍手。なんと昨日、群馬県太田市で、なんとセッションバンドでなんかマーシーが歌ったというね、なんかボーイの曲も歌ったらしいぞ。イエーイ。まあ、昨日紹介されたその80年代のロックの日ということで紹介されたバンドの中では、まあ一番ね、一等にアースシェイカーが紹介されたということで、我が輩の興奮冷めやらぬ中で、昨日は非常にいい、午後のねひとときを過ごしたわけだけれども、さあ今日はなんと素晴らしいサタデーナイトなんだということで、いよいよ8番目、9番目、10番目という、素晴らしいメニューが揃ってますので、こうご期待。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんとこのメニュー8番目、9番目、10番目はボーカルはマーシーのみでいきたいと思います。イエーイ。あ、アンジーも入れた、アンジーも。ごめんね、アンジーね、忘れてないよ。セイグバイよ、大丈夫ですかね。汗かくていいですよ。何が、ほら、全然俺は問題ないと思いますけど、この蕎麦屋の事情を。蕎麦屋が大丈夫であれば大丈夫です。僕は大きいに越したことはないですから。それではでしょうか、メニュー8番目、Say Goodbye! よろしく。Thank you.
た孤独どうしても今抜け出したいから抱きしめてくれ溢れる汗を溶け合う
カモンはどのパターン、あ、マイクロ素晴らしいですね、自分のマイク、これすごい大事なんですよ、僕はやりますけど大事だし、自分のマイクロフォン、ごっぱちじゃないですか、ごっぱち最高っすよ、ごっぱち。
今日はどうもありがとうございました。素晴らしい、こっちで初めてやるって、こんなに蕎麦屋が楽しいとは。いやみんな、もう本当にみんなのおかげです、集まってくれた皆さんです、参加してくれたミュージシャンの皆さん、本当にありがとうございました。でも栃木君もありがとう。じゃあ、最後の曲ですので、もう本当にここに集まってくれた全員参加で、もっとでかい声で歌って終わりたいと思います。よろしくお願いします。OK ですか。ずらかぶり用意ができてませんでしたね。ここでシャラになるという得意技やな、お前。何する間にや。帽子帽子大事大事。じゃあお前も帽子かぶらんだまで。そこにこだわるところがすごいね、本当にね。ここ大事だよな。OK ですか。そう、ズラが邪魔で弾けなくなったとかないよね。じゃあ行くぜ、歌おうぜ。
楽しかったね。どうもありがとう。ありがとうございました。じゃあもう、あ、9時過ぎちゃったね。じゃあ、よかった、そば屋。今日はこれで終了ということで、まだ、アッシェイクは来年35周年ということで、今年もいろいろ面白いことやりますので、44と一緒に久々に、新宿でやったり、いろいろやりますので、よろしくお願いします。はい。どうもありがとうそしてオープニングアクトを語ってくれた春日さんに盛大な拍手を。栃木県暑いね。そして、セッションバンドとして参加してくれた各ミュージシャンに盛大な拍手。はい、さらにこの素晴らしい場所を提供してくれた荒屋敷さんに盛大な拍手。このイベントを盛り上げてくれた PA さんに盛大な拍手。そしてこのイベントをなんと動画に残してくれて、なんと90分の長い動画を残してくれた栃木のケーブルテレビ CC9 さんに盛大な拍手。素晴らしいイベントを企画した牧島めぐみさんに盛大な拍手。ダメだ、それ以上言うと泣いちゃうからな。もう泣いてるから我が輩ずっと彼女に内緒で動画撮ってたんだけど、ずっと泣いてるところずっと動画撮ってたんで、後であげようかなと思って感極まって泣いちゃったよね。でもまあ今日我が輩もずっと見てて、今のねマーシーの最後のレディオマジック聞いててね、やっぱりもう目頭がこう熱くなってきてね、もう涙が出てきたっていう記憶が残ってる今日の素晴らしいイベントでした。今日どうも本当にありがとうございました。素晴らしいイベントでした。最高。またね、次の機会があると思いますので、それは、いろんなね、ソーシャルネットワークを通して、諸君たちに告知していきたいと思います。今日どうも本当にありがとうございました。